ふん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 、タイガくんいるかな。あ、タイガくん、あ、いるいる。タイガ、明日はバレンタインだけど山本先輩となんか予定あんの？うん、ああまあ一応会う予定はあるけど。楽しみだな、山本先輩のチョコレート。美味しいんだろうな。確かに山本先輩とかなら手作りチョコを作ってきそうだもんな。羨ましいでやんすね、あんな美人な彼女から手作りチョコレートをもらえるなんて。まあ手作りかどうかはわかんねえけど、手作りだったら嬉しいな。やばい、私手作りチョコなんて今まで作ったことないんだけど。さあさドレスに着替えて、世界一のお姫様踊りまし、せーの、えい。ああ全然ダメだ、なんか落ち着かないな。どうしたんですか山本先輩、なんだからしくないですね。ああそうなの、実は明日ってバレンタインじゃない。私もタイガくんにチョコレートを渡すつもりなんだけど、そのどうやらタイガくん手作りチョコがいいみたいで、私ってあれ、あごめんなさい南條さん、私あのそういうつもりじゃ、そんなつもりじゃなかったんだけど。わ、私の髪の毛すっごい南條さんにかぶさってる。私今まで手作りチョコとか作ったことないから、どうしようかなと思って。ああそれなら私お手伝いしましょうか。え本当南條さん、私も友達にあげるチョコレートを作りたかったし、どうせだったら一緒に作りましょう。ありがとう南條さん、すっごく嬉しい。あの山本先輩、かぶさってます。なんだかノリがタイガくんに似てきましたね。あやっぱり私もなんかそう思ったから、ちょっと今反省した。じゃあ南條さん、よかったら私の家に来る？いっぱい汚してくれても構わないから。え、わかりました。山本先輩、いっぱい汚しますね。え、私って意味じゃないよ。私のキッチンを汚していいよってことだよ。あれどうしたの南條さん。じゃあとりあえず材料買いに行かなくっちゃね。どうしよっか。それならコンビニでいいと思いますよ。割と何でも売ってるので。そうだね。じゃあコンビニに行こう。南條さんは男の子にチョコレートあげる予定はないの？そうですね、特にあげたいって思う相手もいないので、友達の友チョコだけで十分かな。南條さん、そんなに私と手つなぐの嫌かな。違いますよ、これ歩きながら山本先輩にツンツンしたいんです。この人普通に赤信号で渡ってるんだけど。そうですね、あ青になった。さてと、とりあえず材料探さないと。すみません、バレンタイン用の手作りチョコを作りたいんですけど、何か材料になりそうなものってありますか？はい、ございますよ。今回のバレンタインはどうやらおでんを混ぜるのがいいらしいですよ。え、おでん？おでんなんて、でも、わかりました。とりあえずじゃあ一つ買っときます。絶対おでん混ぜちゃダメだよ。チョコレート食べてる時にちくわ出てきたらちょっと意味わかんないもん。山本先輩、一番失敗しないのは既存のチョコレートを溶かして自分流にアレンジするのがいいと思いますよ。あ、なるほど、その手があったか。よし、そしたらこのバレンタインチョコ何個か買っておこう。あと肉まんも中にチョコレートを詰めたらいいらしいですよ。え、何そのあんまんみたいな感じのニュアンス、チョコレートまんかな。もう大丈夫です、ありがとうございました。なんだか変わった店員さんだったね。そうですね、でも多分なんですけど、あんまり売れてない商品を店長がこのセールスしろって言ってたんじゃないんですか。よし着いたよ、南條さん上がって上がって。あ、じゃあお邪魔します。やすけ、今日は南條さんっていう私の可愛い後輩を連れてきたよ。南條さんってもしかして私のお家入るのって初めてだっけ。ちょっとあんまり記憶がないんだけど、一応紹介しとくね。この子は私の、昔から飼っている猫のニャースケ。わあニャースケくん、かわいい、よろしくね。なんという幸せでございますかご主人、帰ってきて早々こんなサプライズは聞いておりませんぞ。バレンタイン前日にしてまさかのニャースケ、かわいい JK2 人に挟まれて天国へ召される。たまにニャースケってちょっとだけ気持ち悪い時がなんかあるんだけど、あんまり気にしないでね。
じゃあニャンスケ、私たちはちょっとキッチンで今から手作りチョコを作らないといけないから、こっちでじっとしててね。え、いや、またご主人、すぐにポイって投げるのはやめてくださいね。にゃー、よーし、そしたら南條さん、よろしくね。はい、大丈夫です、任せてください。山本先輩、どうですか、チョコレート溶けてきました？うん、だいぶ溶けてきたと思う。まあはっきり言って、その既存のチョコレートが味はしっかりしてるんで、味付けとかは特にしなくて大丈夫ですよ。山本先輩が好きにトッピングすればいいだけだと思います。そうだよね、普通に買ったチョコレートって美味しいもんね。でもそれだけじゃちょっと味気ないから、どうしようかな。大河くんだったら何でも喜びそうだけどな。は、うん、うん、うん、すっごく美味しい。南條さん、ありがとう。うん、うまくできましたね。これならきっと喜びますよ。でも南條さん、これ、でも南條さん、このチョコレートめちゃくちゃでかくない？何言ってるんですか、山本先輩。チョコレートの大きさぐらい愛情が詰まってるってことですよ。それじゃあ山本先輩、明日は頑張ってくださいね。うん、本当ありがとう南條さん。また今度お礼するね。あ、ごめんなさい。あ、南條さん、南條さんのあの中身が見えちゃってた。それじゃあ山本先輩、また。うん、ありがとう、またね。南條さん、あのチョコレート持ったまま走ってったな。でもなんか普通じゃ物足りないんだな。やっぱもっと個性を出さないといけないよね。よし、もっともっとアレンジしちゃおう。はあ、昨日徹夜まで作ってたから眠いな。あ、南條さん、おはよう。山本先輩、どうでしたか、チョコレート最後までうまくできました？うん、実はあの後はちょっとアレンジを加えてみたんだ。いいな、私も山本先輩からチョコレートもらいたい。もうほんと南條さんは可愛いんだから。今度南條さんをチョコレートみたいに溶かしてあげるね。なんてね。いや、山本先輩、私 BL 展開ならぬユリ展開も期待してるんで。あ、うん、わかった、期待しないで。ルンルンルン、今日はバレンタインだな。なんだよ、タイガ浮かれてんな、顔にもろに出てんぞ。タイガ氏はいいですよね、チョコレートをもらえて。拙者なんてチョコレートなんて母君からしかもらったことないですよ。いや、お前どこの時代の人なんだよ、母君とか拙者とか。タイガ、俺はロッカーの中に今日チョコレートが入っていた。そして教室に行くと机の中にもチョコレートが2つあったんだけど、どう思う？え、どう思うっていうか、まず一つ言えるのは、まずそれに対して嫉妬はしない。うん、それは勘違いすんなよ。あと、お前さ、確かになんかキャラを知らない人からすると普通に男前だからな。お前ちゃんと昨日山本先輩から連絡が来て、今日山本先輩の家に行くんだ。なんだよタイガ、バレンタイン当日にイチャイチャすんのか。ったく、羨ましいな。へへ、悪いな。じゃ俺そろそろ行ってくるわ。ほんじゃな、お前ら。ふん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 、山本先輩どこですか。山本先輩、あ、いたいた。先輩、お待たせしました。もうタイガ君浮かれすぎだよ、私のハードルがどんどん上がっちゃう。大丈夫ですよ、別にチョコレートとかじゃなくて、山本先輩とバレンタイン一緒に過ごせるっていうことが嬉しいんですから。俺は、ふーん、そうなんだ。じゃあ今日は絶対ハグもチューも禁止ね。いや、大河くん、あのフルに表情のなんか暗い部分を全部使うのやめて。え、そうですか。え、俺笑顔のつもりなんですけど。どうぞどうぞ、お邪魔します。え、何？また貴様か、勇気タイガ。ここは一歩も通さんからにゃ。ごめんねタイガくん。にゃーすけ、あれかな、発情期なのかな。もうほんと困っちゃう。にゃーすけ、何やってるの？あ、ご主人、いや、違うんです、あなた様を守ろうと思って。もうにゃーすけはこっち。にゃー。それでね、タイガくん、私チョコレート実は手作りで作ったんだ。え、本当ですか？うわ、楽しみだな。ありがとうございます。そのタイガ君のお口に合うかどうかはわからないんだけど、一生懸命作ったから、よかったら食べてくれる？もちろんだよ。だって瑞希が一生懸命俺のために作ってくれたんだろ。だったらどんなに小さかろうが大きかろうが、たとえどんなにもししょっぱかろうが、どんなものでも俺は
絶対に食べる。大河くんありがとう。でもね、ちょっと張り切りすぎちゃって、ちょっと大きめの作っちゃったから大丈夫かな。大丈夫だよ、俺甘いもの大好きだから。じゃあ大河くん、ちょっとこっち来て。あ、はい。あ、え、なんで家出るんですか。いいからいいから、実はこっちに置いてるんだ。え、こっちって外ですよ。実は家の中じゃ置けなくって。え、家の中じゃ置けなかったって。チョコレートの大きさは愛の大きさと同じだって、え、南條さんが言ってたから大きくしちゃったんだけど、私ちょっと重い女みたいだよね。ごめんね大河くん。いや、あ、いや、あの、別に大丈夫なんですけど、山本先輩、これってでかすぎないですか。家よりでかいんですけど。大河くん、私の愛いっぱい食べてね。あ、はい、頑張ります。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。 Twitter とか Instagram もよかったらフォローしてな。次の動画でも会えるの楽しみにしてんで、明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。